どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボークアモンの誕生日ということで、スペシャルガシャが来ています。なのでね、早速引いていきたいと思うんですが、10回しか引けませんね。まあいつも単発で引いてね、7回や10回12回ぐらいで終わってるんで、もうこれから10回で統一していこうかなと思います。確率アップが来ない限り、連続ガシャは引くつもりがはい、ないです、僕、このゲームは。なのでね、いっぱい楽しめる単発でいきたいと思います。まあ、ちょっと詳細を見ていきましょう。まずですね、ピックアップ SSR が1周、多分これがあれですよね。そうですね。1% ということで、他7周が 2%、計 3% の確率ですね。まあ、まあ、妥当なんじゃないかな。よし、じゃあ引いていきますか。はい。まず1回目、いきましょう。まあね、このゲームガシャは楽しんでいくぞ。お、バチバチ。これ黄色か。あー、黄色だな。あー、いまだにこのガシャのね、なんかあれが見分けがつかないっていうね。でも俺結構 SR 引く方だと思うんですけどね。レアとかあんまり、あ、レアがバーって出たりすることはあんまないかな、今のところ。ね、なんか SSR の時はこのバチバチが心なしか強いとかあのバチバチが虹色だったりとか紫だったりとかっていう、そういうね、コメントいただくんですが、はい、レアですね。まあさっきのようなフラグを立てることを言うと、あ、すぐレアが来ると。なんだろう、ひなみかわいい。あ、ひなみの誕生日いつあったっけ忘れたんだけど。え、過ぎたか、ひなみの誕生日。え、過ぎたよな。え、あれ3月じゃなかったっけ。忘れましたね。さあ行きましょう、3回目。よいしょ。あれ、よいしょ。スキップ。黒中。なんかちょっと怖いな。この、なんていう、この手をさ、こうブランブランさせる感じが怖いですね。まあ、誕生日に、まあ、なんていうんだろう、ガシャが開催されるっていうことは、まあ、今回のことで証明されたから、7月の、一番近いのでなんだ？わかんない。10日が7月にあるっていうのは覚えてる。あと、重曹も7月だ、重曹6か。6月だったっけ、7月だったっけ、忘れたんですけど。お、バチバチだぞ。SR。え、今、この金がバチバチって横に出てるのは黄色だから、そういうのではない。SR ってことじゃないの。あとで自分の前回の動画を見て検証しよう。検証っていうか、見直して、うん、見よう。何回引いたんだっけ ?4 か。今4引いたんだね。次5回目。さあ、折り返し地点だぞ、ここで。今回も無事 SSR を引くことができるのだろうか。毎回、今のところ毎回引いてきてるからな。あー、スキップ。あー、なしろか。ロード投げ。なんかね、やっぱロードが入るとなんか来る説ある、俺の中では。あとは5回ですね。お、若干ロード入ったくない？そんなことない。今、前回のやつを覚えてないけど、今若干ロード入ったような気がするんだけど。行くぞ。はい、そういうことですね。ヤモリ。誰かに似てるんだけど、誰だろう、これ。すっげえ上から見下ろされてる。あれ、仮面っていうか、マスクかぶったジェイソンっていたっけ？あと4回行きます。いや、なかなかレア出ますね。さっき出ないとか言ってたの誰かな。スキップ。コマさん、ネクタイがドブみたいだって。冗談きついな。あそこめっちゃ面白いんだけど。いくぞ、ほら。やばい、これはやばい。収穫なしかな、今回は。な、こっから、まあいいや、確定出入ればいいとか思ったけど、まあそこだもんな。あと3回いきまーす。あと2回ですね。3回じゃないですね。2回いきます。ガシャル。頼む！ 1 枚ぐらい引かせてくれ。
CCG 行くぞ。CV ですね。まあインボークめちゃくちゃいい視点に入るんでね、まあ、最初の頃はねさあラストいきますか。ロード入んなかったな。行くぞ。まあこんなもんでしょう。今までが単純に運が良かっただけなんじゃないかな。さあラスト締めくるのはもうさ、もう何枚、あーやべ飛ばしちゃった。何枚も出てんのにさ、欲しかったなアモン。どうなんだろう、アモンの SSR って2枚目だよね。1枚目持ってるんだけど、あーまあいいでしょう。今回ははい、アモンの誕生日ガシャということで10連引きました。ではまた次何がピックアップになるのかわかんないですけど、その時お会いしましょう。ではお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。